小島さん出演いただいているので、オリンピックぐらいに1本目、はい、2本目の話題で、はいはい、少しお話をいただきたいと思いますが、はいはい、もうオリンピックも迫ってきました。この件については、ね、小島社長はどうご覧になっているでしょうか。まあ、なんとなくこうなし崩し的にやるんだなっていう感じで、はい、茨城も7月4日から聖火リレーが始まるようなんですけども、僕は全然スポーツ好きですし、いろんな競技注目してるんですけど、まあ、一つ僕らのチームにサッカーのフィリピン代表の選手がいてですね、先月ワールドカップ予選で、試合出て、まあ、戻ってきて、今隔離期間中で2週間隔離で、もう選手たちと一切一緒に練習できない、ホテルのワンフロアをクラブが貸し切って本当に完全なもうバブル状態にしてやってるんですけども、なんか僕らはそういうことまでしてですね、まあ、本当毎日検査をしてすごくこうストレスを与えられながらやってるんですけど、なんかこうさっきのニュースとか見てるとなんとなくふわっと入ってきてしまってるっていうのが正直IOC の委員の方とかも3日ぐらいの隔離で入ってきちゃうとか、ちょっとなんかこうちょっと不平等な感じがするのが今回ちょっとあんま盛り上がってこない理由なのかななんて僕はちょっと思っていて、なんか国民ね、こう我々のこう興行とかにはかなりこう我慢を強いた1年だったんですけど、なんとなくこう急に2万人とかって、まあ、だいぶその後修正されましたけど、そんな数字が急に出てきちゃったりとか、ちょっとそのあたりがこうなんとなくこうみんなが乗り切れない一つの要因なんじゃないかなと思って見てます。はい、武さん、本当に小島さんのおっしゃる通りというか、ダメだね、ルールが変わるっていうのが一番ダメなんだよね。レギュレーションが変わっちゃうっていうのはもう選手たちもそうだけど経営者の人もそうだと思うし、今回石川遼君と星野君はオリンピック代表の星野君と、あとはリザーブで4番目の石川を日本プロに出しちゃったんだよね。で、一緒にアメリカに行ってた浅地洋介っていうのだけは2週間隔離になっちゃったわけ。これレギュレーションを変えたわけですよ。で、渋野日向子さんは今週出れない。それはなぜかって言ったら2週間隔離なんだ。だから彼女だって同じようにオリンピックの代表選考レースに出てるから、もちろん強化選手の中に入ってるから、アスリートトラックを使うのか使わないのか、やるのかやらないのかっていうのを最初にはっきりアナウンスしてないで、石川君なんか入っちゃって日本の中でぐるぐる回っちゃって今試合出ちゃってるから、本来のアスリートトラックだったらアスリートトラックの人は隔離した状態で次の開催地もしくはバブル方式で隔離しなきゃいけなかったのに、やるだけやっちゃってルール変えちゃってるからね。だからこういうことが起きちゃうと、ルールはね、罰するためにやるんじゃないんですよ。救済するために作ってるのがルールだから、その辺の使い方がね、やっぱりね、お上は分かってない、スポーツも分かってないけど、うん、残念です。特に丸川さんも残念です、僕はね。一緒に仕事したことあるんですけど、残念でならないです、もう本当に。なんか本当に真面目にやってる人がバカを見るというか、なんかそういう人が、民間がバカ見んのよ。僕らはあんまバカ見てないね。ですか。言いたいこと言ってるから。まあそうですね、はい、西川さん、このあたりについてはいかがでしょうか。そうですね、ルールを変えるのは一番困りますよね。特に最近バスで、なんていうんですか、濃厚接触者をバスで、ね、運んだけども今度はやめますという。でもそれはそういうのは最初からそうなってるべき話で、今はなんか状況対応型で行って、これはそのままオリンピックになだれ込むとまずいなという感じしますよね。オリンピックが始まってさらに状況対応型で変えますとなると混乱しますから、もうともかく今のうちに出すものを出し切ってルールをきちっとしてほしいと思います。どんなディビジョンにいても応援するよっていうようなファンサポーターを育てて、過去最高収入を、まだまだちょっと戻りは遅くてですね、あれ、サポーターの数が増えてる、プロドアをある程度、ぜひプロゴルフの団体の会長になっていただきたい。ニュースオペドスタートです。